皆さんこんにちは。今回も白猫プロジェクトのお時間です。前回に引き続いて着魔学園のノーマルの斜め行きます。今回はクライブ会だね。クライブとソーマはなんか割と馬の合いそうないいコンビな気もしないでもないな。哀れな魂に裁きを。おっ、滅べ。お、怖い怖い。いやー、不良星たぬきかわいいな。お、結構あれだね、あの開幕カメレオンが転がってくるステージがあるね。開いた。でかい。そう、あいつすぐに消え上がる。畜生。あれ、超速い。オーケーオーケー、どんどん行っちゃおう。レッツゴー。早くソーマのレベルを上げて使ってみたいな。どうなのソーマって。哀れな魂に裁きを。あ、なんか宝箱の頭が見えてる。よし、宝箱ゲット。あ、しまった。蜂の巣、蜂の巣。あ、なんもないか。よし、来た。ヤンキー星たぬき本当かわいいね。よし、このペースでどんどん行っちゃおう。いやー、どうしようかな。結構あれだね、
ジュエルもらえる感じだね、これ。あ、いた。ザックが欲しいんだよね。ザックなんかいい感じ、面白そう。ソフィーもなかなか面白そうだったね。ごめんで助っ人に連れて行ったのを見た感じ、なんか技も面白そうだったね。2発ぐらいなんかビームみたいな、あの属性付きのビームみたいなの出してたね。どうなんだろう、強いのかな。あ、しまった。カウンター狙おうと思ったら、あれ？タップしたのに。いやあ、チャグマの記念キャラマジで他にも欲しいな。サブでミラとフランがいるからね。あとザックとクライブ欲しいかな。よし、じゃあ、一旦、紙芝居だけ、見て始めいきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。